本人男性が一番優しいと思ってました。え？彼と初めて日本で出会って、うんうん、デートした時に、うん、レベッチだった。あ、そう。レベルが違ったのね。振り向いてくれるとかさ、こういうのとか。それはなんかまあ女とめっちゃ遊び歩いてる、もしくは、そういう経験あるんじゃないかなって思ったレベルで、うん、めっちゃ優しいなって思った。好きだよ。ありがとうございます。おしゅうゆり。今天的来宾是中文一样，就要来台湾的。哇！嗨，姐姐，大家好。今日はマイクと一緒にその時に思ってた台湾と本当に実際住んでみて、なんでだろう、ちょっと違ったなっていうところを一緒に話していきたいと思います。はい。はい。じゃあまず一、うん、つ目、はい。まあ、台湾の人とか国って結構私が思ってた以上に。IT 関係ですごい進んでる。私が来た時って、日本人は、本当にみんなガラケー使ってた。で、iPhone やっと出たからみんな iPhone に変えようかな、みたいな年代だったから、だからその時に来て、みんな全員、もう台湾の人全員、ほぼ全員ね、iPhone 使ってた。その時点でもう驚きじゃん。しかもなんか容量があるじゃん。あったけど、まだ定期券とか買ってる人いたレベルの年代で。買ってた人このなんか余裕感で、買い物もできるし、その時代で、なるほどね、これで買い物できるの？これで自販機買えちゃうの？みたいな。やばいね。あと、なんかね、びっくりしたのが、ジャラフの駐車場よ。なんかジャラフの駐車場って、もう10年とか前なのに、なんか空いてる、場所、赤いランプついてたりする。すっごいと思って。そう。まあ、さすが IT 大国ですよ。あと最近もマジでビビるのが、なんか駐車場に入るときに、車のナンバーを、あれ、わかる、私もすごい。忘れてて、車のナンバーをピピピってやったら、何時何分入ったか、なんか写真撮られてるのが出てくるの？すごいよね。なんかさ、日本って未だにさ、なんか機械でさ、窓を開けて、そう。やるじゃん。やるやる。あと、高速道路とかもマジで台湾やばいから。そうなの？高速道路マジで台湾はもう、先進国すぎて、もう私は本当にこの高速道路についてはマジで熱く語りたくて。なんかね、車についてるのよ、なんかチップみたいなのが。で、勝手に上でピャってやってくれて。え、じゃあ日本みたいにああいう通貨みたいなことないの？ないよ。だから、もううちの旦那が日本で高速道路を初めて運転した時には、うんうん、え、なんで人いるの？みたいな。危ないんですけど、みたいな。ね、おじさんが、うん、ね、おじさんがいてさ、はい、これでーすって。やってるね。電話ですか？あれみたいな。そう、だからね、めっちゃ進んでる。だし、なんか日本人は新しいものに対してあまり受け入れる姿勢がさ、ないのわかる。そうだね。なんか新しいものが怖いというか、慣れてるアナログのものでいいやみたいなのが結構強いかも。うん。じゃあ次ね。日本人男性が一番優しいと思ってました。え？マジ？その時さ、まあ、そんなに他の国とかにも行ってなかったし、うんうん、私も元彼とかは比較的みんな優しかったのよ、日本人。うんうん、まあ、家を振り向かい、送ってくれる時もあるし、ない時もあるし、まあ、普通の日本人のレベルに優しいだったわけ。うん、私はそれで満足してたのね。うん、でも、なんか、彼と初めて日本で出会って、うんまあ、デートした時に、うん、レベッチだったの。あ、そう。レベルが違ったのね。え、なんかもう私、こう、お金払わなきゃいけなくねみたいなレベルのやつ。え、具体的に？だってさ、なんか、まあまあ、定番のさ、エビ剥いてくれるとかさ、こういうのとか、大体そんなさ、ホストの人がしてくれるじゃん。わかる？なるほどね。乾杯！それはなんかもう、女とめっちゃ遊び歩いてる。もしくは、そういう経験あるんじゃないかなって思ったレベルで、めっちゃ優しいなって思った。それが、なんか、でもそれはね、旦那だけだと思ってた。まあそれは私のこと好きだからさ、優しくするのは当たり前じゃない。うん、でも、台湾に来たらみんな優しい。みんな優しいね。みんな優しいよね。そう。それは、なんかちょっと、なんて言うんだろう。日本にいた時と、今では全然印象が違うなと思った。うん、あ、そうだ、私もびっくりしたのが、うん、なんか飲み物とか、うん、水つくじゃん。うん、拭いてくれる。優しい。やばない？で、それ聞いて思い出したけど、ホストやな。でしょでしょだって、ないわ、日本だと。でしょ？そこは、もう完全に。そうだね。同意です。ね、はーい。好きだよ。じゃあ次、はい、行こう。台湾は、南国だと思ってたんで、
まさかまさか冬がこんな寒いと思わなかったで、同じくでーす。今12月って信じられる？信じらんない。もうすぐクリスマスでこの半袖着てるってやばい。やばい。本当に暖かいは暖かいよね。日本とかに比べたら暖かいけど、なんか一年中こんなんだと思ってたよね。特にさ、ガオパン、うちの旦那の実家とかも、もともと暖房がなかった。冷房機能はあるのになぜか暖房機能ないみたいな。そういう、家が多くて。あれ、マイルドだろうか。そうなの、冷たいの。なんかやたらと家の中が超寒くて。だけどさ、私ちょっと思ったのがさ、つい昨日よ。昨日さ、ゴミ捨て行ったのね。でもこんな暑いじゃん。だけど台湾人の人ってなぜかダウン着てる。あ、わかる。台湾の人寒がりだよね。だよね。そうって思って、隣のおじちゃんに聞いたわけ。仲いいから。なんでダウン着てんのみたいな、こんな暑いの。私だけね、私だけ、袖なしタンクトップみたいな感じで言ってて。暑いけど、寒いのが怖いみたいな。台湾に行ってさ、漢方飲んだりもするし、体を冷やしちゃいけないみたいなのがあるのか知らないけど、だから、だよね、だからすごい厚着するイメージ。うん、ああ、わかる。うん。うちのポーポーとかも、もう今、この気温で、ダウンジャケット着ちゃう。やっぱそうだよね。うん、でも暑いよね。だって、普通にこの間も家行ったら帽子もかぶってて、家の中の帽子はやばい。晩ご飯食べてたもん。もう普通なのよ、それが。いや、本当にこれは普通。よいしょ。じゃあ、次ね。もう一度、台湾で、メテンドスーツ、サランパンまさ、日本にいるときにはちゃんとガイドブック読みましたよ、台湾の。うん、シャンパン美味しそう、かき氷美味しそうみたいな思ってて。あ、もう台湾は美味しい国みたいな。うん、多分日本人今でも思ってる。みんなそんな感じだ。そうだ、台湾に行って食べるみたいなのがメインじゃん、こっちだけ。しかも日本ってさ、台湾のレストランってさ、リンタイフォーとかジンビンとか、ああいう大きいレストランしかないから、うん、私としたら多分そういう感じなんだろうな。まあ、どこに行っても小籠包の店がずらーってあって、もはや小籠包ツーダーパーとかあるんじゃないレベルな感じで思ってたわけよ。はいはいはい、超楽しみにしてて、それが好きだったから。そしたら全然ないの。しかも私の台湾人の友達とか、うん、旦那のご家族とか、小籠包そんなに好きじゃないの。あ、わかる、それはわかる。うん、辛い辛い。あ、もっとシャオツーの方だよね。そうそう。うん、だからなんか、台湾に来て、なんか改めて思ったのは、まあ、小籠包だけじゃない。台湾の美味しいのは。って思った。ごぼうも美味しいし、なんか、マヨジとかさ、ああいうのが美味しいなと思って、私も最近なんか全然小籠包食べないけど、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。美味しいよね。美味しい。美味しい。小籠包大好きだ、ね。大好き大好き。大好き。はい、ということで、今日は、あいこと、まあ、桃ってちゃんとちゃうやろっていう話をね、してきました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、こちらもう住んで長いもんね。なんかもう元々の感じとかがちょっと忘れかけてた時に、うん、なんかちょうどたまたま、昔持ってたガイドブックをさ、見つけて、うん、昔こんな、なんか丸とかしてさ、ここ行きたいお店とかやっててさ、一層行ってないんだけどさ、来ても。行こうか。行こうか。行こう。そう。